はい、どうも、生きてます、ゆえママです。こんにちは。今日はパニック発作、パニック障害についてお話ししていこうかなと思います。私はもう北海道出身、北海道育ちなんですけど、まあ20代前半に関東に来て工場系の仕事を夜勤でしてました。研修の時は2ヶ月ぐらい日勤で働いてたんだけど、その時は全然体調悪くなんなくて、もう順調に、仕事をしてたんだけど、夜勤になってからしばらくしてだんだん体調がおかしくなってったんだよね。だるいな、体だるいな、眠れないな、食欲もそんなないなって、お菓子さえ食べてればいいかななんて思いながら、だんだんこう体調がおかしくなってって、あと便秘にもなったね。すごい便秘になったりとかもして、それでそんな感じのが続いて、ある日こう職場で倒れたんだよね。気づいたら座り込んでて、こう体を支えられて、大丈夫大丈夫って言われてる状態で、その時はまだパニック障害っていう病気も知らなかったし、その声かけしてくれてるリーダーさんとかも病気を知らない状態だったから、何が何だか分かんない、疲れてるのかなっていう感じだったんだけど、それがちょいちょい起こるようになってきました。必ず職場のミーティング中にその発作が起きてて、こうちゃんとした会社だから、仕事を始まる前に何分間かみんなでこう集まってミーティングするんだけど、その間もう立ってられなくて、めまいがしてきて、過呼吸になってきて、目の前もこう見えなくなってきて、耳も遠ざかってって、もう何も聞こえない、水の中にいるかのような感じになって、あ、もうダメ、意識が遠のいていくっていう感じになるから、もうあらかじめ自分でわってしゃがむんだよね。あ、もうダメって思った時にこうしゃがんで倒れないようにしてたんだけど、私もなんでこんなミーティング中に起こるんだろうって何回もね思ってて、でも怖くなってくるんだよね。もうまたなるんじゃないか、仕事行ったらまたなるんじゃないかって、もうそれが怖くて、いや、でもある日ね、同期の女の子がもしかしたらパニック障害なんじゃないって、パニック発作を起こしてるのかもしれないよって言ってくれて、で私はそこで初めてパニック障害っていう言葉を聞いたんだよね。何それって、そんな病気あるんだって。で私もネットで調べたら症状が当てはまってたから、え、そうなの、私病気なのと思って、運よく近くに、家の近くにね、歩いて行ける心療内科メンタルクリニックがあって、しかも予約がすぐ取れたんだよね。だから行ったらやっぱりパニック障害って言われて、でもパニック障害は薬でちゃんと治せるよって言われたから、薬処方してもらってそれを飲んでたんだよね。でやっぱ最初そこ、人生初めての安定剤とかを飲んでたんだよね。だからもうね、眠くて副作用がものすごく眠くてしょうがないの。だから最初は1錠で出されてたんだけど、それを半分にパキッと折って飲んでて、それでも眠いの。でも飲まないとパニック発作起きるんだよね、やっぱり。だから
それ薬職場にも持ってってっていう感じで、なんかおかしくなってきたなと思ったら、あの頓服で飲んだりとかしてて、でもそういう風に薬ちゃんと飲んでたらやっぱり良くなってはいったんだよね。で発作は起きなくなりました。でもやっぱり夜勤専属で体に合ってなかったみたいで、その後はうつ病になっていくんだけど、まあその話はまた今度かな。うん、こんな感じでパニック障害の体験談でした。まあやっぱりおかしくなったら病院に行って薬を処方してもらってちゃんと飲む、これがパニック障害、パニック障害を治す近道かなと思います。パニック障害は治せる病気だと思うので、無理せず病院に頼ってみたらいいんじゃないかなと思います。うん、私がそうだな、パニック障害になっちゃった原因はやっぱりプレッシャーとかもあるし、うん、夜勤専属でこう太陽の光浴びてなかったとか、体質的にね自律神経が狂いやすかったとかもあると思うし、うん、不眠症になったりね、いろいろ原因重なっちゃったんだけど、まあ若くておかしいなっていう状態になっても誰にも相談できなかったっていうのもあるから、もうおかしくなったらやっぱいろんな人に相談してみて、こう変えられるところを変えていった方がいいかなと思います。仕事でもね、うん、簡単な仕事に変えてもらうとかね、あとはなもう本当に合わない仕事とかもあるから、そういう時は仕事変えてもいいと思うし、まあ、仕事なんて5万とあるから、もうね、その一つの仕事にしがみつくんじゃなくて、いろいろ仕事を探してみるのもいいと思うしね。うん、まあ、とにかくいろんな人に相談してみてほしいなと思います。ではでは、ちょっと長くなっちゃったんだけど話を終わろうかなと思います。まあ、まあこの話が少しでも参考になった、参考にはならないか、まあちょっと面白かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。